週刊高速道路20号線は、アメリカ合衆国南部を東西に走る、週刊高速道路。支店のケントで10号線と、終点のフローレンスで95号線と接続する。テキサス州とサウスカロライナ州の間で、ルイジアナ州、ミシシッピ州、アラバマ州、ジョージア州を通過する。また、ォートワース、ダラス、シュリーブポート、ジャクソン、バーミングハム、アトランタ、 オーガスタ、コロンビアなどの都市を結んでいる。ホートワース南方の20号線ミシシッピ州のウェルカムサインバーミングハムのダウンタウンにある65号線とのジャンクション付近オーガスタにある520号線とのジャンクションフローレンス付近で終点に近づく20号線は1957年にテキサス州と東海岸を結ぶために建設された。 人種差別が残っていた1950年代後半のアトランタでは20号線が白人とアフリカン・アメリカンとの境界線となっていた。2000年にジョージア州内の出口番号が変更された。2003年ノースカロライナ州交通局は20号線の東端をフローレンスからウィルミントンまで延伸する計画を発表した。これは州知事マイク E3 の公約であり、 戦略的交通計画にも記載されていた。経路は国道76号線に沿う形でホワイトビルまで延伸し、その先は分岐してウィルミントンまで向かうというものであった。このルートの一部はすでに週間高速道路74号線の延伸計画で示されており、この調査のためにノースカロライナ州は先に500万ドルを受け取った。この延伸計画は 同州南東部の町の指示を受けていたが、一方で、サウスカロライナ州交通局は関心を示さず、むしろ週間高速道路73号線のマートルビーチ延伸に集中していた。その結果、この延伸計画は、連邦高速道路局の承認を受けられず、建設も始められていない。ルイジアナ州、ミシシッピ州、アラバマ州、ジョージア州、サウスカロライナ州、ルートログファインダーリスト、 インターステートシステム、テーブル1。ーは、2007年9月26日閲覧。クルーゼ、ケビン、ホワットドーズ、エトラフィックジャムイン、アトランタハブトゥードゥィズセグリゲーション、クワイト、エイロット。ザ、ニューヨークタイムズマガジン、https、www. ニータイムズドットコインターラクティブ、2019、08、14マイメートル、アガジュネ、 トラフィックアトランタセグリゲーション HTML2020 年5月22日、閲覧。インターステートエグジットサインズ2、ゲットニューナンバーズインジョージア。ジャクソンビル2015年1月17日閲覧。ロバートモム、インターステート20インのオスキャロライナ。i-73、i-74 インのオスキャロライナ。2009年7月7日、閲覧。 ストラテジックハイウェイコリドーズ。エディオット。2009年7月7日閲覧。ストラテジックハイウェイコリドーズビジョンプラン。ストラテジックハイウェイコリドーズ。エディオット。2009年7月7日閲覧。ロバート・モム。インターステート20インのオスキャロライナ。I-73。I-74 インのオスキャロライナ。2009年7月7日。閲覧。 ストラテジックハイウェイコリドーズビジョンプランサウススターニ NC ストラテジックハイウェイコリドーズエディオット2009年7月7日閲覧ありがとうございます